来年10月に消費税を増税する際政府がポイント還元やプレミアム商品券の発行などを検討していることについて3人に2人が評価していないことが ANN の世論調査で分かりました調査はこの週末ご覧の方法で行いました 来年10月に消費税率を10%に引き上げる安倍総理の方針について支持する人は45%支持しない人は49%と2つに分かれました一方で増税時の買い控えを抑えるためポイント還元やプレミアム商品券など総額2兆円規模の対策を検討していることについて評価しない人が66%に上りました また外国人労働者の受け入れを拡大する法律が成立したことについては支持する人が支持しない人を上回りました安倍内閣の支持率は40.0%で先月の調査より4.3ポイント下がりました